阪神301系電車、阪神301系電車、阪神301型電車は、かつて阪神電気鉄道が保有していた鉄道車両で大正中期に製造された高床式の木造車である。このグループには301系のほ三311系、321系、331系の 各形式及び位置形の総括制御車の車体を331型と同一のものに更新した291型が存在するが、本校ではこれらの車両についても合わせて紹介する。日本初の本格的なインターアーバンとして登場した阪神本線は、大正時代に入ると沿線の開発が進み、創業以来の1型や51型などの 直接制御者では増加する乗客を運ぶことが困難になってきた。そこで連結運転を実施することになり、1系のうち重量を1915年に総括制御に改造したが、一旦内務省に申請して受理された梅田。青木間の連結運転の認可が差し戻され、再認可が1919 19年となったため、千鳥式運転の採用などで増加する乗客を運んでいた。また、 青木伊勢の連結運転も1919 19年に申請し、1921年にようやく運転速度の向上と合わせて認可されたため、1系の代替も含めて連結運転に対応できる車両を新造することになったが、この頃にはライバルの阪急神戸線や東海道本線に対抗するために、神戸市内や三陰周辺の併用軌道区間の解消をはじめ、 全線の重機浄化や線形の改良を推進して、高速電車への移行を図る方針を立つて,ていたため、投入する新車も従来の路面電車に近い、オープンレッキスタイルの車体から一変して、両端部にステップを残したものの3扉げ、高床ホームでの乗降に対応した車両を新造することとなり、301系の各形式が製造された。301系各形式は、 1920年に登場した301型から1921年に登場した331型まで1年間で70両が新造されたほか1923年に1系の総括制御車の車体更新を実施して291型と形式変更を行ったのを含むると4年間で80両という当時の私鉄車両としては珍しく大量に増備された グループであった。このコーデは各形式ごとの概要を紹介する。各形式の塗装は1型と同じ、現在の50001型などのジェットカーの塗色に似た濃い青系統で、ドアや窓枠はニス塗りであった。また、両端のドアは路面区間での乗降にも便利なようにホールディングステップを取り付けていたが、 中央部分のドアは高床ホームのみで乗降を取り扱うために当初からステップが取り付けられいなかった。このほか、終電装置は大阪、神戸市内に複河線区間が存在したことからダブルポールで登場した。なお、ポールは中央部にプラス側を前面から向かって左側に取り付けられていため屋根上から見たら天体シの配置となっていた。 1920年7から9月に301から310の重量が加藤車両製作所で新造された。車体は全長約14メートル、車体幅約2.3メートル、側面窓配置 D6D6D で側窓には2枚単位で、上部に弓形の飾りがつき、前面は非貫通の3枚窓で、屋根はダブルルーフでトルペード式ベンチレーターを取り付けていた。 台車及び伝送品は、台車は当初ボールドウィン75から 25A を装着する予定であったが、ジャーナルボックスが指示された寸法とは異なるもので、完成したために、急遽 JG ブリル・ブリル,ル 27MCB-1 に変更された。主電動機は、ゼネラルエレクトリック GE-203P を4機搭載し、制御機は手動加速式の GE 制。 MK 式を装備した。後に、台車は、ブリル、ボールドウィン双方が使用できるように認可されている。このほ他、救助網を装備していたほか、全車バンドン式密着連結機を取り付けた。1921年に、301系の造備車として311から320の重量が、田中車用、藤永電造船所、野上機械、加藤車両製作所で製造された。 このうち、田中車両製の311は、同社で製造された、鉄道車両の第1号である。車体は、全長、車体幅、側面は301型と大きな違いはないが、前面は当時関西の私鉄電車で流行していた5枚窓のデザインを取り入れたほか、屋根は、日本の高速電車では、初めてのシングルルーフとなり、側面には、 ベンチレーターの代わりに通気口が取り付けられていた。台車及び伝送品は301型と変わりがない。この311型で採用された前面5枚窓、側面窓配置が D6D6D D D でシングルルーフの屋根を持つ車体は、その後登場した321.331291の各形式から初期の半構成車である371系。 401型までの申請、改造車に継承されることとなった。1921年に321型に引き続いて321から330の重量が日本車両製造で製造された。車体の構成及び伝送品は311型と同じであったが、台車はそれまでのブリル 27MCB-1 から ボールドウィン75から25へに送された。1921年10から12月に331から370の40両が、田中車両、藤永電造船所、野上機械、加藤車両製作所、日本車両製造、汽車製造の6社で製造された。車体の構成及び、台車、主電動機は321型と同じであったが、 制御機はそれまでの手動加速式の MK から自動加速式のゼネラルエレクトリック PC-5 に換装され、連結機はトムリンソン式密着連結機を装備した。1923年に1系の総括制御車41から50を種車に291から300の重量が日本車両製造、田中車両、加藤車両製作所で車体更新を実施された。 外観は331型と大きな変化はないが、台車及び伝送品が更新の際に 51K51 51から60と取り替えられて、台車がブリル 27MCB1 ながらもホイールベースの短いものに、主電動機はゼネラルエレクトリック GE-90A を装備した。制御機は種車と同じ手動加速式の MK であった。 301計画形式登場前後の阪神本線の乗客像は抜本的な対策を必要としており、連結運転の申請に際しては、大阪府、兵庫県の両知事が内務、鉄道の両大臣にその必要性を具心しているほか、沿線住民からの輸送力増強に関する陳情も会社を経由して上進されていた。これらの結果、 前述の通り1921年9月6日にスピードアップと全線での二両連結運転が許可され、同年11月7日から阪神本線において急行運転と二両連結運転が開始された。翌1922年11月8日からは西宮駅に追い越し設備が完成したことにより、同駅での緩急接続運転を開始301計画形式は、 主力車両として直接制御で路面電車スタイルの1.51型を置き換えると共に輸送力の増強に貢献した。また、1922年に大阪市内野田梅田間が1923年には神戸市内岩屋から滝道間がそれぞれ単価線化されると各形式ともマイナス側のポールを撤去してシングルポール化された。 1925年には301から321の核形式と331型との共通運用を図るために連結器をバンドン式からトムリンソン式に制御器を手動加速式の MK から自動加速式の芝浦製作所 RPC-50、PC-5 にそれぞれ換装された。捻出された制御器と連結器は 同時期に新造された401型に流用されたものと推測されている。その後、1931年以降に塗色を青色から茶色に変更したほか、パンタグラフ化の実施に伴い、ポールを東洋電気製造製の TDK、G 型パンタグラフに換装した。301計画形式は、 構成車の371.401831各形式の登場後も主力車両としてこれらの形式とともに新設軌道線各線で運用されていた。しかし、乗客像と阪急神戸線、電化予定の東海道本線といったライバルを前にして前述の通り障害となる平洋軌道区間を解消してさらなる近代化とスピードアップで対応することとした。 三陰付近では高架軌道に移設することで専用軌道化を実施したが、神戸市内では岩屋山の宮間を地下化することとなった。そこで問題となったのが木造の301計画形式の存在であった。車体そのものはまだ新しかったが、木造車をそのまま地下線で使用するのは安全面で問題があることから全車高耐化改造を実施することとなった。ただ、 80両もの車両を一度に交代化改造することは困難なため5年間にわたって実施することとなった。まず、1931年から1932年にかけて331系のうち20両が1 0 0 1型に改造された。引き続いて1932年に291系全車を701型に、 1933年には301系全車を1101型に、それぞれ高代化改造を実施した。また、この年の6月17日には、神戸市内の地下線が開通したことによって、新設軌動線から平洋軌動区間が消滅したことから、残存各形式の救助網を撤去したほか、パンタグラフの再換装が実施され、東洋電気製造製の PT-11A に、 統一された。このほ二321.331核形式の残存車は中央ドアにドアエンジンを取り付けた。神戸市内地下化完成後は、本線の大阪側及び支線運用に封じ込まれた301系残存の核形式であるが、1934年以降も高耐化改造は積極的に推進され、 同年に311経全車が1111型に、1934から1935年にかけて321経全車と331系の内重量が1121型への抗体化改造を実施された。残る331系重量も1936年に1141型への抗体化改造を実施。ここにおいて、 阪神の新設軌動線の営業用車両の交代化は達成された。これは地下化という要因があったとはいえ、当時の鉄道会社としては画期的な事業であった。交代化に際して余剰となった車体は331系の車体のうち4両分が大改造を受けて網電コと121型となった。また、車庫内において倉庫や 詰め書などに有効活用されたものがあったほか、331系の車体のうち2両分が、木並車両製造の手によって、改造の上南部鉄道に売却されて、同社の左派200系201.202となった。同車線の国鉄買収後も在籍していたが、1947年に廃車された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。